それでは国際教養行ってみたいと思います。まずは第一問目、長文読解。まあいきなりちょっと難しいですよね。ただなんとか解けるかなって感じはいたします。まあ理想は20分ですが、25分以内に解ければ御の字で、合計22問ございますが、理想は、まあ、20問ぐらい取れてる方いらっしゃるかと思います。ただ多少のケアレスミスはしゃあないなと思いますので、まあ、22問中19問取れれば合格ということで、皆さんちょっと具体的に見ていきますね。でまずは問の1番ですね。まあ、定番の内容1問題、これは8問中8問当てたいですね。で問の2番、下線部説明。まあ、理想は10問中8問、単語そのものの意味が分かんない場合にどうするか、でこれもちょっと解説いたしますのでご覧ください。それでは下線部1番、こちらでございます。でこれはいつも言ってるんですが、皆さん必ず皆さん言い換えを探す、まあ、つまりニアリーイコールの関係ですね。それを意識すれば正解が見つけやすくなりますからね。で皆さん下線部1番の正解は C。 皆さん興奮している様子が下線部の前後にあるかと思います。もちろんこの辺りですよね。3週間にわたって第1位、映画が大ヒットしている様子が伺えます。そこから皆さんエキサイトメント、興奮につなげられそうですね。で続いて下線部2番でございます。でこれは左側ヒントになりますよね。おもちゃの産業は世界で最もトリッキーなうちの一つ。で特に皆さん B 動詞現在時制で表記されてますよね。ですから昔も今もおそらくこれからもということですから、正解は A のいつもということでよろしいかと思います。さあ続いて下線部3番でございます。皆さんこれ下線部の右側ですよね。これはおもちゃの会社の経営ですね。でそうじゃなくって皆さん経営コンサルタントと書いてますね。ですからキャリア、職歴ですよね。でそういった業務に携わってきた話でございますので、選択肢の C のその経験を得た、そういう感じで皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。さあ続いて下線部4番でございます。これはもう単語の意味で A が正解で、単語の意味ではきつそうな今度は下線部5番ですね。でおそらく皆さん下線部の左側ですね。皆さんフランチャイズの話をしております。でその内容が皆さんハリーポッターとかスターウォーズ、そしてそういうのを好んでくれる大人のファンですね。でそれで皆さん選択肢眺めていただきますと、なんか数の話をしております。まあさすがに A とか B とか具体的な数字、それはこの下線部の前後からは判断できません。ですが皆さん大人のファン、もちろんそれはハリーポッターとかスターウォーズですね、誰もが知ってる映画となってくると非常に多そうというのは皆さんイメージできるかと思います。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。で皆さん続いて下線部6番と7番ですが、これも単語の意味でいけそうですね。下線部6番であれば B が正解で、下線部7番は D が正解ですね。さあ続いて下線部8番でございます。でこれ困難が点点点と書いてますね。でこれ下線部の右側、この辺りがヒントになっているかと思います。後悔しかないんですね。そうです、後悔しかないということは皆さん困難で満たされていると、そんな感じで言い換えが成立しますね。で下線部9番は単語の意味で正解は B で、皆さん最後は下線部10番でございます。で皆さんこれは下線部で左側の Welcome と書いてますから、プラスの価値観を持つ表現ですね。でそれは皆さん下線部の右側でございますが、皆さんエンドレスに続くダイエットのビデオで、そこからの下線部10番で、もしくはちょっと飛びますが、まあ、この辺りですね。 Reassure、 安心させる、そうです、正解は A の Break、 休憩ですよね。まあ、もちろん休憩あったら安心しますし、絶え間なく続くダイエットのビデオで、そこからの点点点ということですから、休憩ということでよろしいかと思います。で皆さんトラ3番内容1、まあ、4つございますが、これはもう全問正解したいですね。では第2問目に行きます。すみません2問目も長文読解で、これは皆さん3つ問題がある中で一番やりやすかったかと思います。ですので全問正解している方いらっしゃいますよね。でできればミスっても1問以内に収めたいです。すみません問いの1番、あの例の内容1問題でございますね。これ皆さん丁寧に解くことで皆さん全問正解いけるかと思います。で問いの2番も4問中4問、まあミスるとしたらここかなって感じがしますね。で問いの3番下線部説明、これ皆さん10問中10問いけそうですよ。で皆さん10問中単語の意味、もう純粋な単語の問題ですよね。それが10分の8個ありました。でちょっと意味的にきついな、つまり下線部の前後で言い換えを探す問題、それが問いの8番と9番。皆さんもしこの後解き直していただいて、まあ、言い換えが見つからない場合はご質問いただけると幸いです。さあ続いて最後の長文読解、これも第1問と同じぐらいのレベルだったと思います。ただそうは言っても17問中15問ぐらい解けてる人いらっしゃいますね。で皆さんミスっても3問ぐらいの収まるはずですよね。さあ皆さん問1番でございます。まあ本文と照らし合わせれば何とか答えは出るんですが、まあ、1問ぐらいまあミスってもしゃあない。で問いの2番も4問中3問できれば同じで、問いの3番空乗銃ですね。これ皆さん今日の大問1番と同じように言い換えが見つかるはずでございます。で空所の前後を皆さん改めて見直していただいて、
もし言い換え見つからなければご質問等々いただけると幸いです。テルさん、3台で90分設けられてますからね、まあ、とにかく高速でバーッと解いていただいて、でその後落ち着いて見直す、そういう感じで皆さん望めそうです。テルさん、うまくいけば62問中58問、まあ9割超えもいらっしゃると思います。テルさん、多少ミスっても8割8分、まあ100歩譲って8割乗ってれば同じですね。皆さんの正答数と皆さん見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いてライティング部門でございますが、英作文が2つ、これは20分20分ぐらいでなんとかいけそうですね。で皆さん、最後は要約問題ですね。これはやりやすかったんじゃないかって感じがいたします。まあ、皆さん、時間は60分ございますので、大問1番大問2番これは皆さん50分内かけていただいても OK かと思います。で皆さん、要約に関してちょっと解説をお聞きください。さあ皆さん、要約問題でございますが、ポイントはどこを書くのかということですね。でもちろん一言で言うと対比で、その対比を使って要約をどのように対策するのか、その動画は皆さんまた別にありますからね。ですから、まあ、詳しく、まあ、対策をしたいと、練習したいという方は、再生リストですね。相談英語。そちらの方を皆さん参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、一文目読み始めると、もう、ラッキーですよね。古代ギリシャと中国。そういう皆さん、distinctive。もう、はっきり違うと書いてくれてますよね。ですから、読み始めた瞬間に対比の話がわかると。で、皆さん、読んでいただいてわかったかと思いますが、皆さん、ギリシャと中国。しっかり段落分かれてますよね。ですから、皆さん、回答に絶対に盛り込むべき文章は、この一文目。古代ギリシャと中国の哲学で、そういうものははっきりとした違いが出てると。で、皆さん特に文末に社会的習慣と書いてますよね。で、そのあたりの表現が入ってれば OK。 で、皆さんオレンジのところですが、ギリシャは皆さん independent、 自立、独立してると。で、一方第二段落、中国は相互依存と書いてますよね。で、皆さんそこは最低限書けてあれば、皆さん、まあ、全体像といいますか骨子が出来上がりますよね。あとはこのあたり、まあ、このあたり、まあ、詩を末節の部分でございますが、そこを適宜加えて回答欄を埋めていただけるとバッチリ。ですからこの緑とオレンジのところを間違いなく書いてれば、かなり得点が期待できるかと思います。それではいかがだったでしょうか。まあ、英作は多少のミスはもうしゃあないですからね。まあ、このあたりで失点する分、この上の、まあ、リーディングセクションですね、ここである程度稼いでおけば皆さん合格、その可能性は十分あるかと思います。例えば視聴者の中にここ2年生の方もいらっしゃるかと思います。で、来年は国際教養学部受かりたい、ただそうは言ってもいきなり国際教養の過去問はちょっと厳しいと。で、そういう方であれば皆さん同志社大学ですね、そこから始めるのが安心かと思います。で、過去問とか皆さん東進ハイスクールさんのホームページですね、皆さんありがたいこと無料で活用できますので、そういう教材を使うというのを選択肢の一つの中に入れておいていただけると OK です。で、まもなく皆さん公表終了でございますので、この後ご質問等々ございましたらコメント欄活用なさっていただけると OK です。ということで、切符を待ってまーす。